第35期鳳凰戦越リーグ司会実況の広瀬達也です。解説は現10代員藤崎聡が務めます。藤崎プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。対局の準備ができているようです。第35期鳳凰戦 A2 リーグ第1節 A 卓3回戦東杯の開始です。さあ立ち会い人は、鳳凰戦 A1 リーグに昇級を決めた今野慎太郎が務めます。はい、第35期鳳凰戦 A2 リーグは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。3回戦はチーチャからフモト、なんちゃにダンプ、シャーチャ前田、ペーチャ客のの並びとんの一曲ドラバリアンソーです、はい、さあここまでどうでしょうか。1回戦トップだった前田ちょっと厳しい展開でしたが最後追い上げて、そうですね、まあマイナスながら抑えたかなというような印象でしたが、はい、まあ全員ね、はい、あの浮き沈み1回ずつですからね。まあ今のところ丸い感じになってますけど、はい、ここからどのように展開していくかが、ね、まあ本当に 0.1 ポイントでもいいから選手はプラスしたいでしょうからね。そうですね。さあドラはリャンソー、こちらは客のトンが統一です。ペーチャー続いてフモト、これはちょっと後々楽しみがありそうな、まあただもういいシャンテンになっちゃってますからね、なっちゃいましたね。さあ前田です。2面つ完成している。9万が欲しいところ、はい、あれ2万引いたらどうするんだろうね。2万引いたら藤崎プロどうしますか。俺は大きいからローマン切るかな。おお、いいね、いいねちょっと、はい、確かにローマン切り、なるほど、まあ、うん、本当はローマン切る気でパーマン切ってますけどね体が勝手にね。ローマン切りは3色かピンフイーペーコみたいな、そうですね、うん、あるいは後々のチャンタの変化なんかもあるかもしれないと。おお、これは嬉しい変化です。これは迷わず迷わなくて済むやつきましたね。はい、もうあとはツモに身を委ねて、たださすがに数万は先打ちになるのかな。あ、ちゃんただ、ちゃんたまである。あれさすがにカンチーマンじゃないのに数万がね、はい、宣言牌になっちゃうと出づらいもんね、チーマンね。なるほど、カンチーマンでもないのにねみたいな。ただこうなんて言うんでしょうか、転敗チャンスはまあ少なくなってしまうわけじゃないですか、はい、それよりもやっぱりこう上がり率を高めるために先に打っといた方がいいかなっていうところもありますか、気がしますね、うん、いやどっちが正解か分かんないですけど、はい、まあ今はイーマン来たのでチャンタの渡りも見て数万打ちやすくなった状況ではありましたが、うん、はい、しかも自身から4枚目のイーマン引いて当然2万は超狙い目だしね、嬉しいイーマン引きと、そしてそのリャンマンがなんと番に1枚か3枚残り、まあ、今もう1枚切れましたからね。あ、なるほど。さあこちら前田きたペンチーマン闇天、うん、チーマン直前に前田が切ってますね、はい、それでも残りまだ2枚ある、はい、これで前田プロが統一落としじゃないのが分かったんで、チーマンが、はいはい、チーマンじゃなくてチーマン9番で、あ、カンパンも外したのねと、うん、じゃあリーチっていうのもあるよね。なるほど、天敗カンチーピンは闇天、うん、タンヤオイーペーコー、ま、いやーふもとチャンスですが、はい、ただまあ出上がりだとリーチしても点数一緒なんでね、つまらないと6000ホールなんない、はい、ですよね、うん、さあ天敗ドラ切りになります。サブローピン3ピンが2枚切れ、うん、リーチ考えてるんですか今の、まあ、いや違う、切るかどうか考えてましたけど、うん、うわこれなんか打たしちゃったの痛いかもしれないね、逆にドラだ、今切れば必ず通るドラ、ウーソーに変化させた、うん、ただもう1枚ドラ持ってくるかもしれないですからねはい、はい、さあペンチーマン対カンチーピン対サブローピン、うわーうわこれは止めようがない、ダンプふもとがいた、チャンタ3色1万2000、
E9 万の変化、後に E 万を引っ張ってリャンマン引きからの転敗、勝ちある上がりとなります。そうですね、まあまあこのルールでいうところだとほぼ手なりになるんですけど、はい、まあでも感触嫌がりですよね。そうですね、自分の思惑と相撲がぴったりとマッチして上がりまで結びつきました、うん、はい、相撲の方が勝手に伸びてってくれた感じですからね、はい、ああいうのはね本当に打ってて感触いいんですよね。なんか自分で強引に作ったちゃんと三色って感じでもないじゃないですか、はい、手順にしっかり沿って。そうですね、はい、まあ、A リーグで戦ってるこの人たちクラスで言えば、はい、もう手なりって言っていい手順ですから。なるほどなるほど。さあ2回戦終わった時点ではマイナス 9.6 のふもと、はい、ここから浮上していきたい。ダンプの今のでもひどいねかわいそう。あのドラ打たないで一旦テンパイ外しても止まらないもんね自分。おそらくはこの3回戦は厳しい立ち上がりとなります。さあドラはチーマンです。こちら客野の手配はピンズが多い手配、そして親のふもとはダブトンが統一、うん、あれ6ブロック続けるんだねそのままね、うんうんうん、例えば今パーピン打たないパターンでいうと E ピンか9層の統一落としがの人の方が多いと思います、はい、多分ね、うん、トーンをポンした時とかにのイーシャンテの形が全然違うんだよね、はい、はい、ドラドラになりましたがトイトイに行けばトーンが出ますか。チートイツのイーシャンテンでもありますね、はい、例えばこれでもそうですか、うん、そうですね。あ、トーン先打った、そしてポンテンの6球ピン、はい、うわーローピンだ、流れるようなふもとの上がりが続いている、うん、ダンプ先打ちってイメージですかね。トーンはペイ1枚切れてるところで残しましたね。そうですね、はい、ドラドラでチャンス戦になった分、はい、前がかりになって失敗しましたね。まあただね、この公式ルールでのドラドラはもうどんな手役より魅力ですからね。そうですよね、これはやむなしでしょうね。そういう意味ではこう展開がちょっと悪いぞと、うん、うわーなんか良さそう、ドラも使いやすい形で入っている。ドラはチーピン、ダンプもカンチャンが大つつも9ピンから、悪くはないんだけど悪くない分またおっかないね。そうなんですよね、悪くないのが怖い。ふもとプロがまた良さそうだと思うね。良さそうです。これマンズまで来たのかな。第一打ピンからうへいいとこが、うわちょっとこれはもうちょっと動揺してます、良すぎて手がドラだ。前田は白が統一、いつもと変わらぬゆったりとしたモーターが続く。もうめい、あーっと逆の行った。これは本一を見ながらかわしてでも OK といったところですか。だと思うんですけどね。だから地層出たら地っていうような気はするんだけど、うん、はい、まあ、次まずか自敗持ってくればもう払うかもしれないですけどね、うん、三ピン打ち、フォフォーフォフォー、なんか三ピン打ちはしっくりこないね。チーソーとかのはいいですか、あるいはスーマン。ただドラがチーピンなんでパーピンですか、うん、ただ差し子も見たければ、はい、チーソーもあるね。藤崎プロはパーピン切りそうですか。パーピン切るでしょうね、うん、もうドラは絶対1枚使うぞと、うん、なんというチーではないかな、まあ、どっちにしてもいいシャンテンですけど天秤はかかんないですね。スーマ打ち、ほうほうほう、パーピンだよね普通。パーピンですね
ドラ1枚打ち出してもいいっていう構えですからね、これは。さらにしか、なるほど、シャーから行って本一。これはちょっとやっぱ客の積極的ですよね。うん、親の連チャン中のペイチャーの仕掛けですからね。はい。タツオーバー9万打ってる。ああ、なるほど。お、あ、客の方がソーズ、あ、マンズが高いと。はい、来た。結果は一緒ですか。同じですね。リャンウーマン、リャンマンが1枚しかない。そしてウーマンはある。ウーマン3枚。うおー、いった。初短期、初は3枚ある。あ、ここに1枚来た。ダンプ天杯ですよ。ポンとだ、売っちゃうの。ション杯ピンフドライチ。うわー、もうこれは厳しい。いや、これふもとも厳しい。まあ、ただふもとプロの目から映るとあそこにリャンマン3枚見えましたからね。あ、そうですね。まあちょっと上がりは厳しかったかもしれないなと。 まだ救われますけど、ダンプは厳しいね。きつすぎる。ペイ本一5200の日本馬は5800。ヤフモトも勝負手のリーチでしたが、ダンプ天杯からの初は客のの上がりとなります。踏ん張りどこですか。踏ん張りどこですね。本当にもう土俵際いっぱい、ここが頑張りどころ。どうですか、やっぱりこういった状況でこそゆったり構えるのがダンプ流、ダンプのその持ち味。そうですね、といったところですか。はい、もう悪い時にどれだけ我慢できるかがやっぱりね、はい、ダンプの真骨頂みたいなもんですからね。まあだから麻雀の理想じゃないですか。理想だけは簡単でしょ。あのいい時にどれだけ攻めれるかで、はい、悪い時はどれだけ受けれるかですからね、はい、やっぱりね。今はダンプは悪いんだから、ここでがっつり受けるのが、うん、ダンプの持ち味と、ね、だからあの当然攻め屋の人はその受ける部分が苦手で、はい、なわけで、ね、受け屋の人はその攻める部分の方が苦手なわけで、はい、っていうのがもう当然の流れですからね。うん、長所が短所であり、短所が長所であるというような、うん、難しいこと言うね。すいません。ダンプイーシャンテンですね。ここで目いっぱいになります。おー、ドラ引きだ。二差しもあるぞ。あるね。あります。仕掛けても万眼級ですね。はい、7700。チーテンの77確定とかだったらな、もうチーテンしちゃう。うわー、きた。これリャンマンチーとかありますか。ただドラマタギ、いやーなー、どうしか順目によるでしょうね。そして今ふもとが天杯ですね。イースーピンのピンフ天杯、うん、だから逆に三蔵チーはしやすいと思うんですよ。あれカンチャンで泣けるからね。ほう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 。でドラ表示杯でネックパイなんであれですけど、はい、たこの局面でリャンマンをリャンメンでチーって言われれば相当な警戒入りますよね。もう自分の捨て配送から、うわあ、闇天、まあ闇天じゃないですか。あ、ウーマン来ました。客の、はい、単品ドラドラ7700。走ったふもとをすぐに捕まえます。5200に続き、ここで7700。安めで7700ですからね、うん、怖いですね。くらっときますね。くらっときますよ。ダンプとしてはもう危ねえな、俺じゃなくてよく。まあウリャウーマン出る範囲ではなありませんでしたが、うん、いや、つまらなくてよかったな。今のこう捨て牌からするとリャウーマン少し盲点になりそうな捨て牌でした。2枚来てましたから、まあ、リャンマンというか、はい、リャンマンの方が盲点になる捨て牌でしたけどね、だからあのリーチもあるんじゃないですか。本当に攻めに徹するんだからね、はい、ただやっぱりどちらかというとどうしてもね、もともとバランス取るタイプじゃない、はい、だからあのリーチして抑えられて空振った時の痛手の方がはるかに大きいっていう判断でしょうね、うん、客のプロの中ではね。なるほど。まあ はい、どっちかなんですよ。あの闇点張ってて誰かに自由、みんなに自由に手を進められて、はい、
そこで裁かれるのが超痛手になるか、それともあの裏目に出た時ね、はい、それともあの闇天なら簡単にこぼれてた状況を抑えられて、はい、うん、上がり逃すのが痛手になるかっていうところでしょうね。はい、まあ、闇天を選択して、まあ、上がりまで至ったと、うん、まあ、7700大きいですけど ね、 ね、ただ考えようによっては少し不服ですよね、はい、さあ、トンの3曲親は前田となっています。ドラは3品、このダンプの手配がすでに3、うん、おー9万先打ちですか。場に2枚切れ重ねていきてと、ね、前田絶好のドラのペン3品、さあ調子が上がってきたぞ客の、さあふもとが行く仕掛けてイーシャンテン、これはトイトイの含みがありますか、うん、いや痛い、9万切ったらパーマンですよ。いやいや痛くないですか、スワンコになればいいんでしょ。そうですね、あのメンツできちゃったらもったい、あもういいかでもウーマンが食い流されました、つもぎりで見えてますそれが。おこれどうなんですかね、関連品こうやるならドラ切りでいいような気しますけどね、かわしてでいいぞと、うん、上がりやすい方にした方がいいよっていうことですか。トイトイの含みもあって仕掛けたんだけど、はい、ね、あの三蔵出てしまったんで、はい、泣きたくないけど泣いた1枚泣いた以上はっていう感じで1位じゃないですか、うん、だったら点数さほど変わるわけじゃないんで、はい、いいピン拾いに行く方がっていう気しますけどもね。うん、さあこの仕掛けを見て前田もウーピンのポンテンを取りました。親番です、ハクドラ1割アンウソ、この関連ピンは厳しいですね。あないんだ、順から山には残っていません。あ前田プロ親番なんですね。はい、前田プロのこのスピード合わせってのも珍しいね。うん、シャオも一番も切れてないもんね。そうですね、いかにもなんかなかなそうだけどなふもとの上がり牌はありませんから今のところ前田の勝ちしかないんですが、ただ、まあ、ダンプが引き方によっては危ないケースありますよね。なるほど、確かに。まだ十分に残ってますね、4枚ほど残ってるか。お客のチート位置で受けている。もうこれはほとんど全部行こうっていう、まあ深くなれば別か。前田プロは親番なんで全部行きそうですけどね。はい、うん、ここで終わりですか。うん、チート位置に戻るか。3万は、ああそっかそっか、シャーもしょんぱいなんだね。そうですね、うわいったドラいきますね、よくいったねこれ。はい、ちょっと格の違いを見せつけようっていう感じですかね。ずいずいと、どうですかね、前田プロそういうタイプでもないですからね。うん、3万打って頑張るか、うん、ここはペイでやめるかですね。あれリャンスもまだすごいあるんだけどな、今日はワンパイに入るケースが非常に多いぞ。うわまだない、ダンプに行った。
おそらくまだ3枚はある。うわこれが背底、背底に嘘が1枚手詰まりだ。ただリャン嘘は選ばなそうだね。ローソー前田ふもとの2人転敗での流局となります。ふもとも最後まで押し切りました。うん、まあ、ただ前田プロがねドラも打ってますしね、はい、打点的にはそれほど怖くなかったでしょうから。うん、いやダンプ厳しいね。厳しい。ドラはいいピンです、うん、ただどうですかね、あの前田プロのスピード合わせのウーピンポンが若干らしくないような気はしますけど、うん、ただやっぱり A1 の時よりはだいぶね、はい、攻めに比重は当然置きますよね。うん、さあこちらが親の前田、はい、ローピン引き、なんせ昇級して A1 に戻ってくると思えばね、はい、それこそ200ポイントぐらいの予定でいるでしょうからね。そうですね、うん、昨年のその、昇級ラインは今野プロと、まあ、吉田プロが昇級したわけですが、はい、今野プロが 222.5 で昇級、吉田プロが 143.8 で昇級、はい、時点の黒沢プロが 137.8 と、はい、非常に2、うん、3位が競った展開ではありましたが、大体、ね、まあ、150ポイントぐらいで昇級にはなるんですけど、はい、ね、大体目標とするところはみんな200ポイントですよ ね、 やっぱね。そうですね、うん、コアラプロも毎年そういうふうに言いますもんね、うん、200を狙っているんだっていうことを言いますから、やはりそのあたりに各社設定があるとは思いますが、おおドラドラ天杯ペン三品いいペーコードラドラ、こちらは客のイーシャンテンです。あ、これ使える、これはほぼ出なそう、うん、前田イーシャンテン、イーシャンテンですか、広くなるローマンポン、パーマンス、数万パーマンのシャンポン持ち、ほうって感じですね。積極的にこう動きを使って、うわ数万入ってたか、うん、ただローマンがなくなってからのローマンパーマンのシャンポンだからね。ああそうですね、ああパーマンだ、これは前田の上がりだ、うん、上がり自体はねすごいお見事なんだけど、なんか前田プロらしくはないよね。ほう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 、うん、1500は1800の上がり、これはニューバージョンかもしれないですね、まニューバージョンというよりは A2 バージョンでしょうね。 A2 バージョン、なるほど、はい、やっぱり200ポイント欲しいんだと、うん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 、いうとこじゃないですかね。はい、首傾けてる場合じゃないとまっすぐだと言われようが何しようが上がりが欲しいんだと200ポイント叩かなきゃ話になんねえんだと。そう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 、首の傾きは A1 に戻るまで待ってくれと俺は戻るまで傾けないぞと、そうそうそう、それぐらいの気持ちでやってるわけですね、はい、それは知らないすげえはしご外すじゃないですか落ちてしまうほらゆえゆえって言ってどんどん言わされてそれは知りません前田ダブトンが統一でしたね。ペーも統一、ちょっと一色に行くにはまあでも見るんじゃないですか、見ますか、うん、A1 の時ならあのダブトンも1枚目は泣きませんでしたね。ほう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 、あの形だと。さあ A2 の前田はボンですね、うん、やっぱり目標設定が高いってことですよね。決してあの1回戦のあれを見るとスタイル変えたわけではもちろんないんですからね、はい、まあ方位まで取ってる人ですからね、スタイルは変えてこないと思うんですけど、はい、ただポイント設定が A1 の時よりだいぶ高くなってるよと、はい、
これで下茶に仕掛けられたダンプはどうするか。わあ一色か。いやまだ一色とは断定できないが、うん、もちろんマンズの一色は見つつ、まだですけどね、はい、ただ視野には入ってますよね。はい、ん、入ってませんでしたね。むむ入ってないよ。メホンチートイドロドロイシャンテン9万はポンですね。はい、これでイーシャンテン、こちらは客のメホンチートイドラドライーシャンテン。リュウハって誰も持ってない。えあれあらあれあら持ってない。リュウハ誰も持ってないです。あらあ来た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 。前田のこの仕掛けがある以上簡単に出る牌ではないのは、はい、もちろんですが、となるとツモ上がりがバイマン、あれあれ噛んだ噛ん、これだって前田だってテンパイしちゃったら初止まんないですよ。テンパイすれば止まんないでしょうね。目いっぱい受けた。いやあるぞ、バイマンあるぞ。このふもとのところに来たらまだ簡単には出ない。いや、ふもとプロとダンプはもう切らないんじゃないですか。切らないまでやら、うん、いるぞ。倍満が3枚いるぞ。ただ今日のワンパイは尋常じゃない硬さ、こことの勝負になりそうです。さあどうだ、いるか、初いるか、攻めも、あ、テンパイ、一応テンパイですね。ペンチーソー、はい、ただリュウハは切らないですね。なるほど、あの形だと。あ、このチーソーが危ない。うわ、チーソーだ、なんてこったい。これがでも不思議と打ってよしですよね、おそらく。ほんとですね、客野のバイマンが闇に消えた。いやーさ、まあ客のとしてはその初が何枚残ってたかは当然知る由もないでしょうが、うん、客のファンとしてはがっくりの一曲、麓が交わしてきますね。いや本当に一杯の後先のような気がする。あの一個先に初が眠っていた可能性も十分にある。しかもあそこでよりによってパーソー引いてテンパイですからね。はい、6球走ならパーソーでしたが、うん、いやこれは残念無念。さあトンの4曲となります。親番変わって客のです。ドラはウーピン。今の古くないですか、残念無念。昭和、昭和、昭和ですよ。私は間違いなく昭和であることは間違いないんですけど、残念無念古いですか。いやなんか50年ぶりぐらいに聞いてるような気がするんですけど。30年ぶりぐらい、30年ぶりぐらいですか。さあドラはウーピンですね。うん、なんかね面白いこといっぱい起きますね。起きます。ただ客のプロとしてもね、はい、まあ所詮はあの厄介のションパイのドラ短期なんで上がれなくてもまあ普通って感じなんでしょうけど、はい、ね、後でお家帰ってからチェックするんでしょうから、なんだよって感じ、なんだよってですよね。だってるでしょうね。はい、で前田プロもなんてよりによってチーソー包丁の形でテンパるかな、家帰ってみて、あ、まあまあ、悪くないじゃないのみたいな、あら、いいじゃないみたいな。俺できるまでも。ナイスパーソーと。今局は目立って手のいい選手がいませんが、うん、客のがイーシャンテンまで来てますね。親番です。ピンフドラ1のイーシャンテン、貫禄ピン残りも行きそうですね。うん、今日の積極策を見ると、うん、親番っていうね、はい、あの強みを生かして、うん、相手を引かせて積もりに行くか、かかってこいやみたいな顔でね。いや本当はかかってこないでよと思ってるんだけど、やめてやめてと思いながら。そう、さあどうか、
あ、リャンマンはつもぎり、うん、9万を打ってるってのが大きいんじゃないですか。そうですね。うわー、これは理想的な天敗になりました。スッチーマン3ピンから入ってくると闇点も効く形になります。もうダンプとしては1回上がれれば何でもよしだと思うんでね。うん、だから下手にウーピンと変わってほしくないね、あれね。リーチの選択肢が出てくるからと。いやー、ウーピン変わっちゃったらあの展望だとね、したくなりますか。うっかりリーチって言っちゃうよね多分。ユリーチって言わないぞ言わないぞ言わないぞリーチみたいな。そうそう、あれパイが曲がってる。お、気づかないとこでも誰か曲げたのかなって。お、はい、うーん、チーマン捉えましたね。ピンフ先天の上がりです。安手ながら上がっては難入での親番を迎えての勝負に持ち込みたい、うん、だからもう、まあ、このハンチャンはもう半分諦めてもいいんじゃないですか、はい、とにかく曲進められて、うん、あ、なるほど、これ以上あんまりひどい目に遭わなければ、うんうんうん、今日で勝負終わんないんでね、はい、ただ、まあ、このままのラスト終わってしまうと、うん、最終戦よっぽど大きいの来ない限りはね、はい、プラスでは帰れませんけど、ただあの3曲連続のあのお気の毒な報酬を見ると、はい、無理だよね。うん、藤崎プロもこうリーグ戦戦ってる中でこのハンチャーも、例えば親番もし残ってたとしても、うん、このハンチャーもしょうがないなマイナスで抑えてっていうか、ポイントのことを考えないケースありますよね。とにかくあのもう流すことだけ、曲を進めることだけみたいなね。うん、やっぱこうそれは藤崎さんこう普段からそのまあ勢いを重視してとかっていうか大事に考えてるなっていうのをよく発言されてますが、そのあたりの考えから、うん、そうですね、うん、はい、だからもちろんあの常にあの復活のチャンスはもちろん伺ってますけど、それほど強く気がないっていうんですか、はい、うん、なんとしても親だからあの最後の親だから頑張らなきゃいけないとかね、うん、そういう考えはありませんよ、うん、そういう時ってこう親が流れちゃった時とかって、あ、やっぱり今日調子悪いからこんなもんだよなっていうか、すぐ流されちゃった時とかは思ったりはするんですか。うん、そうですね、まあ流されるだけなら逆にラッキーみたいな、ね、なるほど、親かぶってくる可能性もあるわけだしと、ね、あのひどい目に遭わなければ、はい、ダンプは今どのような心境で打っているのか。うーん、まあ明らかにこの外側から見てると調子は良くないですもんね、はい、客の天敗は闇点、役なしです。変化を待ちます。変化ないね、白2枚切れだもんね。そっか、三色に変えるって言ってもちょっと難しいですもんね。外すか、いっそ。ここで外すんなら天敗取らずの方がよかったね、3ピンのところで残ってる方がね、うん、あれドラマチだからリーチ行きづらいんだよね逆に。なるほど、うん、打点のないドラマチって嫌じゃない。嫌です、ね、はい、いや打点のあるドラマチはしょうがないですけど、はい、もちろんね、ドラたくさん持ってる人がぐんぐん来る中で俺ドラで待ってんだけどって思いますから ね、 ね、ま、ただ客のプロも6万引いた時点でこうなりそうだから、だから、まあ、結果一緒でしたかね。なるほど、うん、さあ、役割転廃にはなりましたが、待ちは苦しいスーソトローソのシャンポン待ち、はい、ただね、もう魅力的な手代わりがありますからね。ありますね、地層引けば、はい、どうか、なんてこったい、こんな難しいやつを。スーソーのツモ上がり、ツモタンヤを500銭のツモ上がりとなります。これだったらスーソー先に来てくれればね、ノータイムでリッチいけない。そうですね、変則4面ちゃん、しかもリアンドドラでね、はい、気持ちよくリーチしていけないね。チェローソーかよって言って上がりたいぐらいですよね、もう、うん、さあ何の2曲、はい、ダンプが親番を迎えます。ドラはいいそうです、はい、ただこの、はいね、あのそのままリーチ行くんじゃなくて組み替えからうまいことさばききりましたね。そうですね、んこれは良さそうだぞ、悪くないね、はい、ただいいと怖い、うん、ここはなんぼ悪いって言ってもね、はい、ダンプ最後の親番だから、はい、ある程度は無抵抗主義ってわけにいかないでしょうからね。
まあある程度はやりますよね、はい、どこまでもやるとは思えないですけどね。やりきるかどうかは分からないけど、うん、何もしないわけにいかないですからね。そうですね。前田はチーマンが貫通の形、お客の初に続いて自家製のシャーマと重なったってことは、今日の雰囲気から言って積極的にまたありますよね。特にシャーはもう、まあ、どちらも一枚切れ、でまっすぐ本一に行きそうですね。そうですね。んいいシャンテンだ。お、しかも単品になるかもしれない、うん、ローマンパーマン受けにならないことに祈りますけど。あ、チーマンパーマンですね。あ、チーマンないんですよね。パーマンあと1枚だからね。はい、ダンプの目からめちゃめちゃよく映ると思うんですけど、あれつらいなんか感するモードにならなそうだな。なるかな。うわー伸びてる。行きました。だからまあパーピン重なれとは言わないですから、ダンプンとかもね、せめて2ピン3ピン持ってくればパーマ打ちになりそうだからな、はい、あ、そうですね、2ピン3ピン、うん、あー、ここでチーマンパーマンを一旦強く意識するような、うわ、チーマン感しますような、もう体勢に入りましたね。入りましたね。この公式ルールは、あ、テンパイサブロキューピンも盤石か。盤石だね。もう数える間もなく上がり終わりそう。さあ客のが行く、本一に向かう。イーシャンテン数える間もなく9ピン、つも上がりふもと、つもピンフイーペーコー700-1300のつも上がり。藤崎プロからするとダンプの立場やっぱりなっていう感じですか。まあ、ね、なかなか追いつけないよねと、うん、ただまあまあリーチかけられなくてよかった、うん、っていう感じですかね。はい、いやこのハンちゃんはまあA2 リーグの中ではフレッシュな顔ぶれ、客のふもとが大きくリードしています、うん、前田プロだけが40代だもんね。あとみんな30代、うん、さあ何の3局、前田が親棒を迎えます、うん、持ち点は32,000ながら3着目、ドラはパーソー。まあダンププロとしては、はい、願わくば一人沈み助かって、はい、4ポイントでも得はしたいね。そうですね、願わくばね、はい、ただそれのために無理やりなんかするともっとひどい目に遭いそうだから、うん、あんまり自力ではあんまりやんないかもしれないですけどね。無理なく前田が減点割れしてくれたらありがたいなと、うん、他力で、はい、誰か積もって今回は各社いいですね。これが親の前田、チュンがあんこ、ピンズで一メンツ、こちらが客のドラのパーソーが統一、両面ターツが豊富、こちらのふもとはすでにイーシャンテン、はい、前田プロもね今状況良さそうじゃないんで、もう9万ポンからとりあえず一上がり狙ってくるかもしれないですね。うん、2000点の上がりでも3万点キープだけを考えれば結構大きいですもんね。そうですね、一旦安全圏に足を踏み入れといての熱い攻撃、まあ2000点で安全圏ではないですけどまあ、まあはい、とりあえずね、タイプ的にね前田プロも調子いい時は絶対9万ポンとかないですけど、はい、今はそういう雰囲気でもないもんね。うん、ドラドラの客のプロはちょっと遠い感じ。そうなんですよね。これどうでしょう。仕掛けです。おっと仕掛けましたね。2000点取りに来ましたね。うん、ちっちゃいな藤崎プロ泣きますか。泣きます。泣きますかしこまりました。だってちっちゃいもん俺すげえ子供みたいなまあこれもやっぱり自分のその体制的なものを加味した上での仕掛けと、うん、ふもとプロの今の馬打ち面白いね。言いそうに紛れだもんね。なるほど、言いそう切りそうだよね。うん、マンズのカンちゃん払ってきましたね。はい、さあドラドラの客のはどうするか。うわ、いいシャンテン、いいシャンテン、あれドラアンコになったらすごいじゃないの。大変ですよ、4面ちゃんですか。だって誰も持ってないよドラ。え、うひょー、うひょー、
あ、これでもまあまあ折り合いつけましょう、換算満、打点は十分、これでもドランコになればまた良くなるもんね。そうですね、単葉イーペイコードラドラ、うわ3万誰も持ってないじゃない、ってことは2枚残り、うひゃ、うわ1回早く来い、贅沢言うならリャンウマンの闇点、これピンズの変化が振り手になりそう、このまま上がれても大きいぞ、ここでこの加点したらオーラスかなりやりたい放題になりそう、前田プロは天板ないね、本当だね、一巡前ならもう喜んでる位置だね、はい、んまだイシャン点、リャンソーは打たない、前田の仕掛けを気にしてるのか、いやリャンソー打ちだ、うん、前田プロの仕掛けだからね、高くは見えちゃうんだろうけど、天杯すっちいそう、うわ怖いとこローピン手出しですから ね最後、これどう、うわチーソーがまだ大丈夫か、うん、まだ大丈夫、まだ大丈夫ですけど相当危ないね、はい、リャンウマンってこれ、これ振り点じゃない、振り点じゃない方、うわサブローピン、強そうだねこれも、これダンプのロー、あ、ふもとのこのローピンがちょっと危ない、前田に通されとキットばローソーの方だ、危ない、助かった、リーチいった、危ない、失点の回復に努めるダンプのリーチだ、あれただウーマー1枚切れてるけど誰も持ってないってことは残り2枚、チャンスかピンチか、チャンスかピンチかどっちだ、ダンプどっちなんだ、チャンスであり大ピンチ、3ピンだ、うわそっかそっか、そういう展開あるね、あるね、もちろん、客のの上がり、タンヤオドラさん8000、ふもとこのリーチと前田の仕掛けに目がいったか、客のの闇点が炸裂、そうだね、そ行くね、確かに、いやちょっとふもと表情が曇っている、やっちまったなと、まあ、しっかり原点キープして終わることに頭をすぐに切り替えているでしょう、対して客の1回戦からかなり攻め込んでいる中でこの3回戦ついに5万点持ちのトップ目、はい、ただあんまりやっぱりこう あそこは強引にいかないんだよね、なんかね、さっきのリャウマもやめ点だったし、なんかこう10と5をうまく使いこなしてるような、う、ね、だから別にあの攻め続けるんだけど別に漫画をハネマンにするとかハネマンを倍マンにするとかそこまでは必要ないよという感じですかね、はい、さあそして難の4曲です、ドラは E ピン、客の難が統一、こちらはふもと3ピンを引き込む、ダンプはちょっと厳しい手配だ、前田はドラの E ピンが統一になっています、ここでカンパーピンを引き入れ、はい、メンツ完成、しかし前田プロね、まあ、あの9万の仕掛けも普通のさばきに見えますけどね、はい、なんかやっぱり俺も一緒なんだけどさ、はい、泣き慣れてないからうまいことさばき決まんないよ、上がりまでちょっと結びつきづらいと、ね、ただに白氷のこう200点を、ね、しっかりなんかこれキープしそうな気がするんだよな、で前田プロからすると今のね、ふもと客のプロのロン8000なんてアップネットしか思わないでしょ、ね、ですよね、何してんのあんたみたいないつからいたのみたいな危ねえじゃねえかさあイシャン点だ、ここは手数にこだわってきましたね、なんかちょっと上がりまで遠い手を昨年と比べてやってるような気がするんですよね、ダンプチートドラドラテンパイじゃないのあれ、すいません完全にもうちょっと目を離しちゃってました、パーソー短期はチートイドラドラ、まあ待ち替えも十分に考えられる中まずはパーソー短期、前田のパーソーちょっと危ないですね、いやただ
親のね客のプロの神茶なんで想像には手かけないような気しますね。なるほど。ということはダンプも早めにこれは街を変えたいななんていう感じでもありますか。逆にあの 手代わりで出るなら客のプロの方が危ないですね、うん、これで短期が急速短期になったり頭が急速になったり、うん、パソコン急速の短期選ぶなら大概の人ね急速選びそうですからね。リーチしそう一枚切れ、うん、この構えはリーチっぽいね。闇点トン打った。いや前田まさかの原点割れ、うん、ダンプの上がりチートイドラドラ6400です。ダンプもよく闇点にしましたね。うん、ぐっとこらえて闇点を選択。1なら出なさそうだもんね。はい、さあこの上がりで3回戦が終了です。3回戦のトップから客の続いてふもと前田ダンプの並びで終了しました。はい、続いて4回戦です。